株式会社ジャックスは日本の大手審判会社。本部は東京都渋谷区恵比寿4丁目1の18恵比寿、ネオナート、陶器場本店は北海道函館市若松町2の5明治、安田生命函館ビル。ジャックスはジャパンコンシューマークレジットサービスの略である。1954年に北海道函館市で創業した審判、クレジットカード会社。 1974年に東京へ進出し、1978年から東京証券取引所市場第一部へ上場。2019年3月期では、クレジットカードファイナンスペイメントとリテール金融の分野で年間4兆円超の取扱高実績を有する。2010年以降は、アセアン諸国へ進出し、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジアの4カ国で二輪車。 および四輪車の販売金融を展開している。海外事業を含めたショッピングクレジット及びオートローンの分野では業界トップクラスの取扱い高を誇る。旧三菱銀行と明治生命保険を主要借り入れ先とし両社ともお株主になっていた。2008年3月17日に第三者割当増収を実施したことにより三菱東京 UFJ 銀行の 持ち分法適用関連会社となった。それまでは MTFG が設立した東京三菱キャッシュワンの出資程度の業務関係しかなかったが2008年10月に三菱 UFJ ニコスのコ品カップ事業を会社分割により吸収。2011年より三菱 UFJ ニコスが担当していた三菱東京 UFJ 銀行のリフォームローンマイカーローン、教育ローンなど 無担保証書貸し付けローンの信用保証業務を担っている。ただし、同業の三菱 UFJ ニコスやアコムのようにベイや MUFG の連結子会社ではなく、持分法適用関連会社のため、JAL カードなどと同じく一定の距離を置いている。純取引銀行として、水穂銀行、農林中央金庫、三井住友信託銀行、北洋銀行との関係も維持している。 クレジットカードは、ビザ、マスターカード、JCB の3ブランドを発行。このうちビザについては、当初ビザジャパン協会のライセンスにより発行していたが、MUFG グループ入り置きに、三菱 UFJ ニコストの間で2007年12月6日付で、ビザブランド解放に関する業務提携契約を締結し、2009年度より、同社ライセンスでのビザカード発行を開始。 2013年にはプリンシパルメンバーとなり自社発行を開始する。経営方針は堅実と言われ、ノンバンク業界の中でも不良債権が少ないことで有名である。また、1997年に当時業界で唯一、融資商品の上限金利を利息制限法の範囲内に引き下げたため、現在多くの審判、クレジットカード会社や消費者金融会社を苦しめている。 かばらい金の問題がほとんどない。1998年に、ドメイン名、jaccs.co.jp を、富山県に本社を置く紙トイレ通信販売会社、有限会社日本海パクトが取得。ドメインを優勝で譲渡することを持ちかけたが、ジャックスは拒否した。その後、日本海パクトは、同ドメインでウェブサイトを開設するとともに、 企業化支援集団心地よいゆりかごの英略賞としてジャックス表記を使用したためジャックスは同年十一月に富山地裁へそのドメインと商標の使用差し止めの民事訴訟を提起し日本初のドメイン名をめぐる民事訴訟に発展した二千年十二月の一審判決では著名表示不正使用行為と認められ日本海パクトはウェブサイト上でのジャックスの商標と ドメインが使用禁止となったが、被告側が三審まで上告し、2002年2月に最高裁第二章法廷は二審の名古屋高裁金沢支部判決を支持し、上告審を受理しない決定を出し、ジャックスが勝訴となった。その後、ドメインがジャックスへ譲渡され2002年後半以降は JACCS.CO.JP を使用しているが、それ以前は、 jaccscard.co.jp を使用していた。旧ドメインも子会社の名義で保持しており、2020年、現在も、旧ドメインでアクセスすると jaccs.co.jp へ、リダイレクトされる。日本テレビ系列市販機報告書、実質的に、三菱銀行グループでありながら、直系の DC カードではなく、 住友銀行グループ色の強い VJ 京との提携となった経緯は不明。なお、ギフトカード発行に関しては、ベアと提携を継続中である。2007年のリリース株式会社ジャックス2007年12月6日、ビザカードのお申し込み先。2013年5月18日閲覧。1997年以前に、過払い状態となったものや、 1997年以前から取引が継続しており、その前の取引を法定利息で計算した結果、現在は過払いとなっているケースがわずかに存在するが、それに対応する利息返還損失引当金は他の審判、クレジットカード会社と比較するとはるかに少ない額である。JAX、コーポレートロゴデザインをリニューアルから創立60周年を機に、 強固な企業ブランドの構築を目指してありがとうございます。